2015年にプロ入り、18年に賞金ランキング35位で初シードを獲得しました。2019年は序盤こそ苦しむものの、後半戦で本領を発揮するデサントレディース東海、クラシックでの2位タイなど3度のトップ10を記録し、賞金ランキング50位と土俵際でシードを保持した。2020年はアースモンダミンカップ、ニトリレディーストーナメント、東海クラシックでは上位の好成績を収めている。バックスイングで右股関節に体重を乗せた後、そのポジションで腰をターンさせているボディーローテーションスイングである。バックスイングは大きなアークを描き、ダウンスイングは楕円形に近いスイングプレーンを描いている。バックスイング時のグリップの軌道とダウンスイング時の軌道とは離れてない。これは左への体重がほとんどないことを意味している。イメージトレーニングをしてみましょう。綺麗な腕の三角形とやや傾斜したスイングプレーンを見てください。腕の三角形を維持しながら右股関節に体重を乗せている。そして右膝を伸展し、左膝を送り込んでいる。スイング軸をしっかりと維持し、コックを入れている。トップは浅いが、肩と腰を十分に捻転している。この切り返しでは、しっかりとためを作っているが、スイング軸の変化はほとんど見られない。ここでリリースを開始して、左膝を伸展したまま、右膝を飛球線方向に送っている。体を開かないで、正面でボールを捉えようとしている。このインパクトでも、左足を伸展し、右膝を飛球線方向に送り、ハンドファーストのヒッティングを行っている。右膝を内旋することによって、腰を捻転している。下半身を固定した状態で深
肩をしっかりと回転させている。左足に 99% 体重を乗せて美しいフィニッシュを呈している。